私たちエソラゴとトゥインクルです。よろしくお願いします。はい、今聴いていただいた曲は神様だって楽じゃないでした。イエーイ。自己紹介します。てめえら、うちの名前はみつきだ。みんな覚えて帰ってね。エソラゴとトゥインクル最年少黄色担当ひねくれ者みつきです。よろしくお願いします。次マーリン。はい、いつでもどこでもマイペース。ぶりっ子って言わないで。言わないよ。はい、ありがとうございます。担当カラーは紫マーリンです。よろしくお願いします。次はルリちゃん。はい、エソラゴとトゥインクルの担当カラーは黄緑、ルリちゃんです。よろしくお願いします。次はブッチ。はい、サンドの飯より生ハムが好き。エソラゴとトゥインクル担当カラーは赤、ブッチーです。よろしくお願いします。と、皆さん見ての通り分かると思うんですけど、今日はいつもと何かが違います。分かる人、分かる人。はい。はい。はい、そうです。見ての通り、マヒロマンがいません。寂しいね、寂しいね。そうだね。マヒロマン、なんでいないのか。はい、マヒロちゃんは。ひろちゃんは世界征服をしに行きました。はい、世界征服に行ったそうです。はい。今日はあーちゃんの生誕祭なんで、すごい来たがってたんですけど、まあ家の事情でね、来れなくなっちゃって、まあその分みんなであーちゃんのことを祝ってあげましょう。はい、はい、ということで、はい、エソラゴとトゥインクルも席くじを始めましたね。なんかコスプレとかしたりして、みんなね、いつもと違うような服装をしてるので、そう、かわいい、ね、かわいくなってます。いつもよりかわいい、ね、ぜひね。ぜひ買ってみてくださいね。ね、ね。じゃあ、告知させていただきます。今決まっている日程は9月の20日と25日です。20日はショーケースさんで行います。25日は桃源郷さんで週末の晩餐ボリューム3を行います。皆さんぜひ遊びに来てください。待ちしております。来週終了後、物販スペース、物販がございます。よかったら遊びに来てください。それでは次が最後の曲になります。ありがとうございます。ありがとうございます。では聴いてください。サマーヴァンパイアガール。なんだって夏
以上、私たちエソラゴとトゥインクルでした。ありがとうございま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 した。